に戻って新庄、ヒットを打っている新庄なんですが、ホームランの数では山崎と、今あそうですね、長いのは出てますけど、その三振の数、一番バッターの、ね、三振の数が少しこう多いなという感じはしないではないんですけどね。まあ、その三振の数を今度気にしますとホームランが減ってきますね。まあ、率を気にせず今の自分のままがいいと思いますね。はい、どこまでそれを出せるかでしょうね。次が4番の平塚、まあ、新しいクリーンナップです。取ったっていう感じはあったと思いますね。まあでも彼ぐらいになりますと、その野手がどんなものっていうことはもう全く言わないですからね。あからさまにその顔を出すピッチャーも中にはいますけどね。そうですね。出しやすいんですけどね。あ、そうですか。はい、まあ、大野は実は去年ホームラン1本阪神戦打たれてるんですが、この檜山です。あ、そうなんですか。でもこれ、まあ、ヒット打つに越したことはないんですよ。そうですね。2割9分5厘ホームラン5本の檜山。押し返そうという気持ちになるんですね。まあ、こういろんなことがこう頭の中に入ってきますから。そうですね、だから自信がありますね。自分の有利なカウントの時に犠牲になっておけばもっと楽な気持ちで打てるんですよ。ボール平塚も4番ということが、これどういうふうに影響するかですね。そうですね。でしてその通りダブルプレーになるんですよ、ね、なるほどね。不思議なもんですね。第一打席はその大野の術中に引っかかって643の警察だ。まあ、彼は4番ですから、まあ、そこまで追い込まれるまでは自分のバッティングをしていくべきだと思いますけどね。では願ってもない先制のチャンスです。ただ大野がですね、はい、1点もやりたくない、先制やりたくないってこういろんなコースを狙って投げますとビッグイニングにつながる可能性があるんですね。フォアボールが出てきましたですね。そうですか。これはファールになりそう。この大野を捕まえる糸口を掴みたいという話でしたね。そうですか。森中アナウンサーでした。まあ、その辺のところが果たしてどうか。4回の表、いいのはですね、併殺が一番よくて三振ですよ。三振、三振を取ってですね、次のバッターでダブルプレーっていうのが一番理想的ですけどね。はいはいはい、2-3です。また走った、当たり損ない、一塁はアウト。なんとか振ろうという感じのそのスイングですよね。33歳、まあ阪神にあってやっぱりこの和田がこうチームリーダー的な存在でしょうかね。やっぱ彼がやっぱり引っ張っていかなきゃならないでしょうね。ただ表にあまりこう投手っても出てこないんですよね。そうですね。これはどうでしょう。これもファールになりそう。今度先ほどそのグレーに投げたボールが、あの低い球、変化球がボールになりましたね。ツースリーにはしたくないんですね、今度バッテリーが。本当にですからね。フォアボールというケースも出てきますから、このカウントで勝負したいんですよね。はい、死に行ってるんですけど、カットされてるって言いますかね。これとフォアボールという方が怖いですから、なんとかこのカウントで変化球いきたいっていうところはあるんでしょうけどね。またストレート、これは阪神ファン、
大野のこの和田に対する投球、今度が10球目になります。フェア、1人ホームイン、2人目、一塁ランナーは三塁、グレンは三塁ストップ、2点が入りました。三塁線を破る和田のツーベースヒット。よ、甲子園での横浜との2連勝がまだ2点と言っていいですか。まあこれはね、この2点で逃げ切るほど野球って甘くないですね。甘くない、そうですか。だからこの3点目だと思いますよ。おお、7番の平尾、今シーズンこれが3試合目のスターティングメンバー、3試合連続です。そうですね、やはりもう少しこう徹底した方がピッチャーの負担も少なくなるような気はするんですけどね。メンバーですが頑張っております。20歳3年目の平尾、大宮東出身です。さあどうでしょう、グレンが挟まれる、2アウト。帰ってくるってのも考えもんだと思うんですよ。3塁残っとけば必ずこの8番バッターを歩かせて次ピッチャーと勝負なんですよ、はい、次のその回の打順の回りもいいですよね。そうですね、まあ、そこまでこうベンチが考えてるかどうかっていうのもまたあるんですけどね、はい、8番の木戸、おとといの横浜戦でヒットを1本打ちました。4打数1安打、まあしょうがないなっていうぐらいの感じだと思うんですね。ピッチャーゴロ、スリーアウト。